チョコレートアイスを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。広げます。こちらの折り目より少し外側で折ります。こちらの辺をこちらの辺に合わせて斜めに広げます。同じくらいの幅で反対側も折ります。こちらの角を内側に折ります。裏返します。こちらを中心よりも少し内側まで折ります。こちらの辺、折り目のところで折ります。段折りをします。裏返します。こちらの辺を少し内側で折って、こちらは三角に折りたたみます。反対側も同じように折ります。裏返してこちらで完成です。